もこんにちは、ミカスです。今日はですね、1月も後半になりまして、ぜひね、ぜひこの時期、行ってみたいところがありまして、今車を走らせてるわけなんですけども、なんで車なのかといったところなんですけど、目的地のですね、最低気温がマイナス7度だったっていうね寒くてちょっとバイク乗れなかったっていう感じでございます。ということで、醍醐に向かっております。冬の醍醐といえばもうこれを見とかなきゃ損っていうのがありますんで、さあということでですね、この道はご覧の通りですね、前回紹介しました龍神大吊橋の横の道なんですけども、醍醐方面はですね、龍神大吊橋と袋田の滝っていうのがね、非常に有名なところなんですけども、このね、龍神大吊橋と袋田の滝っていうのがね、今日袋田の滝行くんですけど非常に近いんですよ。で、龍神大吊橋と袋田の滝セットで回るっていうのがね、定番というか非常におすすめなんですけども、実はですね、この道がですね、まっすぐ行けば自然と着く感じで、もうこの道一本で行けちゃうんですが、ちょっとですね、道が細いところが、非常に細いところがあるんですよ。実は前回のラーツの時にそんな話をしながら走ってたんですけど、取れてなかったんでね、今日ちょっとそこを説明しながら通ってみようかなと思います。このようにですね、ちょっとね、道が途中で終わってるんですよ。で、あれ？凍ってる。でですね、ここが非常にちょっとややこしくてですね、この道がね、本当に細いんですよ。こんなに細いんですよ。でですね、行楽シーズンになるとここが大渋滞します。要はですね、すれ違うのも容易じゃないので渋滞しちゃうわけなんですね。本当夏場とかね、ゴールデンウィークとかね、すごいことになりますんで、もしね、龍神大吊橋、袋田の滝行ってみたいと思われる方はですね、気をつけた方がいいです。ここを通ると絶対に渋滞します、間違いないです。一応地元情報、地元でもないんですけど、地元情報ということで、さあそろそろ目的地が近づいてまいりました。なんでですね、今日、袋田の滝に行こうかと思ったかというとですね、袋田の滝、日本三名瀑、バカでかい滝なんですけども、冬場凍ります。氷瀑っつってね、滝が丸ごと凍っちゃうんですけども、今日はそれをね、見に行こうと思います。さあ到着でございます。いよいよ音が聞こえてまいりました。さあ到着でございます。こんにちは。おお、
中途半端に凍ってる。ということでですね、あの上がどうなってるのかっていうのをね、気にならないですかということで今からあの上に今度移動してみようと思います。さあ、袋田の滝いかがでしたでしょうか。まあ、半分ぐらいでしたね。でがっつり凍ろうと思うと結構大変みたいです。ということで、今ね、滝の上側を目指して走っております。確かここだったような気がするな。さあ、滝の上側行くときはね、こういうとこから入っていきますんで、行ってみたい人はね、近くの橋です分かったね。自分も最初分かんなくてね、 Google マップでしらみつぶしにですね、航空写真を見て見つけました衛星から探しました、この道。衛星写真から、まあ、なかなか普通はこんな道入っていこうと思わないんじゃないかなといった感じなんですけども、ここを行くとですね、あの滝の上の川に出るわけですね。さあ到着。では行ってみましょう。とりあえず上の川は凍ってないですね。あっち側の川凍ってんな。こんな感じでね、ちょっと分かりづらいですかね、うっすら凍ってます。で滝方面はちょっと行けねえな。はい、ということで、アユの塩焼きと団子を買ってみました。せっかくなんで川でも見ながらね、食べて帰ろうと思います。いただきます。うまっ。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。